はい、まあ、豊橋駅行っています。時刻表はこんな感じです。はい、やっぱり豊橋駅に来たらこの壺屋のいなり寿司をいただかないといけないですね。中はこんな感じです。ジューシーな甘辛ダレで非常に美味しいです。今日はですね、ドクターイエローを取りに来ています。ドクターイエローをご存じない方のために簡単に説明しておきますと、ドクターイエローというのは走りながらですね、レールの状態とか架線の状態をチェックしている黄色い新幹線車両です。運行日は正式には発表されていないので、見られたら超ラッキーということで幸せの黄色い新幹線と呼ばれています。